ワシントン軍はアメリカ合衆国アーカンソー州に属する軍である。2000年現在人口は15万7715人である。軍庁所在地はフェイエットビルである。この軍は1828年10月17日に創立され初代アメリカ合衆国大統領ジョージ・ワシントンの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると この軍は総面積2476平方キロメートルである。このうち2460平方キロメートルが陸地16平方キロメートルが水域で、総面積の0.66%が水地域となっている。2000年国勢調査に基づくワシントン軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この軍は人口15万7715人。 6151世帯及び39,459万9 9家族が暮らしている。人口密度は64平方キロメートルである。26平方キロメートルの平均的な密度に64,330万件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人88.00%、アフリカンアメリカン2.24%、 先住民1.25%、アジア1.54%、太平洋諸島計0.53%、その他の人種4.26%、および根結2.17%である。人口の8.20%がヒスパニック、またはラテン系である。アーカンソー大学この郡内の住民は25.00%が18歳未満の未成年18歳。 以上24歳以下が15.30%、25歳以上44歳以下が30.20%、45歳以上64歳以下が19.50%、及び65歳以上が9.90%にわたっている。中央値年齢は31歳である。女性100人ごとに対して男性は100.40人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は98.70人である。この軍の世帯ごとの平均的な収入は34,691ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は42,795ベイドルである。男性は29,428ベイドルに対して、女性は21,769ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は17,347米ドルである。人口の14.60%及び家族の9.40%は貧困戦以下である。全人口のうち18歳未満の16.50%及び65歳以上の10.20%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。